ではまずね、ポニーテールを作ります。あとは作りたいリボンの大きさに合わせてですね、毛量を取り分けます。今回ちょっと大きめなので割と半分近くぐらい取り分けてます。でゴムをこれぐらいの位置に結んで、真ん中を取って毛束を下から上に通します。で通したら下の毛束を通します。このように通したら下を根元に持ち上げて、ここで一つにします。で次にここですね、毛束を一つに留めます。で根元を締めます。で最後にこのリボンの形を調整します。でこれで完成させてるパターンも一つ OK です。もう一個結び目作りたいので、スティックを通して結び目を作ります。でこのように下に通したら、またこれを一つに結びます。それでは編み込みをしていきます。こちらのやり方はアリの方で配信してますので、もしやり方知りたい方はですね、概要欄のリンクへジャンプしてみてください。でこのように編み込みが完成したら、毛束の一部を取り分けます。あまり薄すぎない方が仕上がりがいい感じになると思います。でこのようにゴムを結んだら、真ん中を下から表面に出していきます。でそしたらこの毛束をですね、今度ここに通します。で通したらこのゴムをギュッと持ち上げます。で持ち上げたらもう一度根元をゴムで結びます。結んだら根元を締めます。キュッとね。でリボンの形を整えて、一番最初のゴム外します。でそうするとミニリボンが完成します。でこのようにツインテールを作ったら、ここでも表面の紙を適量取って結びます。
で、毛束を外、内側から外側に通して、内側の毛束を通します。で、通したら、この毛束を上に持ち上げて、根元を結びます。余裕のある方はここにスティックを通して少量を取って結び目をねちょっと作ります。でここでもまた一応根元をね緩まないように留めておきます。で最後にリボンの形を調整します。こちらでもゴムを結んだら、毛束を外側に通して、ここに毛束を通します。で、ここをちょっと浮かせますね。あとは好みですけど、スティックを通して結び目を作ります。最後にリボンの形を調整したら完成です。三つ編みを作ります。ちょっと細めの三つ編みですね。であと三つ編み毛先の部分ゴムまとめるのが仕上がりもね含めて微妙だった場合はアイロンで140度から160度ぐらいで十分だと思うんですけど、ちょっとプレスして固定しちゃいます。あんまり当てすぎない。まあヘアビューロンはこう当てすぎてむしろいいアイロンだからいいんですけど、他のアイロンだとね、熱処理だけだと怖い場合はあんまり当てすぎないように気をつけてください。で、このように固めて熱で固定して、あと仕上げにハードスプレーをシュッシュッとかけておけば固まりますので、で、この部分にシュッとかけて、結構固まるハードスプレーをつけるようなことをお勧めします。それであと固まれば OK ですね。